関広則は、ハーモニカプレイヤー、シンガーソングライター、フリーアナウンサー、元北海道放送男性アナウンサーである。神奈川県横浜市出身。北海道大学法学部卒業後、1990年、入社。テレビのリポーターから、ラジオの音楽番組まで幅広く活躍。2004年から2010年までは、HBC ラジオ、カーナビラジオ午後一番。で、 カーナビ情報センター担当。そして、2012年10月より放送を開始した、秀樹、さやかの山がある山親父では、ディレクターとしても活動。1991年から1994年は、朝日川放送局で勤務していた。2013年6月、HBC テレビ社会情報部へ移動し、郷土時、のディレクターなどを担当したが、 2013年12月いっぱいで24年間、勤めてきた HBC を退社し、2014年春に単身でロサンゼルスへ引っ越し、ミュージシャンとして新境地で再出発。都米後は、ハーモニカプレイヤーシンガー、広関として活動。LA のウ御所ゴッショソウルシンガーで、ジミ・ヘンドリックスの恋人として、 初期のレコーディングを共に行ったロサリー・ブルックス、マイケル・ジャクソンのビクトリーツアー時代のギタリストで、ロック・ブルースの重人、クレッグ・ライトとの仕事をメインに、数々のミュージシャンのパフォーマンスをサポート。また、前職経験を生かし、アメリカ本土で唯一の地上波日本語放送、TJS ラジオのパーソナリティとして、朝の情報番組を担当。日系コミュニティの間では、 セッキーの愛称で親しまれる。一方で、アメリカからの情報を番組内で伝えるカーナビ情報センター、アメリカロサンゼルス支局特派員としても活躍している。2015年3月26日放送のカーナビラジオ午後1番にサプライズ出演した。自他共に認めるブラックミュージック好きで、特にブルース、R&B への思いは熱い。 アナウンサー時代からハーモニカを常に傾向し、寝室規模でジャムセッションにも参加していた。かつて札幌でオリジナルのインディーズバンドヘビの穴を組み、ボーカルとギターを担当。2004年11月8日には、ファーストアルバムディアーもリリースした。YS ロックスのメンバーでもある。カーナビラジオ午後1番のオリジナルソングラジオは魔法の周波数。 バックトラック、ミニアルバム、カーナビオリジナルソングスでは、ブルースハープを担当した。当時から、毎年音楽修行として、ハーモニカを携え、アメリカ南部を旅しており、これがきっかけで、アメリカ移住へと気持ちが動いたとされる。日本では大の埼玉西部ライオンズファンであったが、現在は、地元球団、ロサンゼルスドジャースの熱烈なファンとなっている。ありがとうございます。